えー、皆さんこんにちは取材する YouTuber こと入足通信社の須田慎一郎です、えー、今日はですね前回の続きということで、えー、なぜ他のメディアは沈黙したままなのかボリューム2ということでね、えー、お送りさせていただきたいと思います、えー、木原誠二官房副長官のですね、えー、まあ、巡る様々なスキャンダルを、えー、週刊文春が まあ、スクししました、ねえー、中でもですね、えー、木原誠二官房長官の奥様をめぐる、えー、殺人人殺し疑惑というね、えー、ところを、えー、この「週刊文春」この前後がですね、えー、報道しましてこれが大きなニュースにな,、まあ、なってるのかなってないのかというところもあるんですけれども大きな話題になりましたこれについてボリューム1の方でお伝えしたんですが加えてですねちょっとご報告ありましてね、えー、前回の方で官房長官 え、沈黙したままのメディアについて、え、ご報告させていただきましたけど、唯一、あの、実名を挙げてですね、ちょっと触れてしまったということで、日韓現代ね、え、日韓現代も、普通だったら、普段だったら、 政権与党のスキャンダルであるならば、何でもですね、ナバさんのように食いつく日韓現代ですら、沈黙を貫いたままだというふうにですね、まあ、若干ディスりながらですね、ご報告させていただいたところですね、日韓現代のですね、首脳からですね、 トップからですね、えー、お叱りというか、まあ、メールを頂戴しましてですねどんなメールが来たのかというとその辺もちょっとご紹介させていただきたいと思うんですがちょっと知ってる人ですから、まあ、か軽いタッチで来るんですよあのよくね仲、まあ、昔仲良かったもんですから、えー、友人だったもんですから、えー、非常に軽い感じで来ましたね月曜日です月曜日ねすぐ見てすぐでしょうね、えー、入速通信のです、ね、前回の配信を見てすぐ、えー、連絡を取ってきたんですが 須田ちゃんに言われたから取り上げることにしたよ。また宣伝してください。と、えー、いうことで、日刊現代というね、実名を挙げて取り上げたということが、なんか PR につながったということでね、喜んでるんだが腹立てちょっと分かりませんけれども、えー、取り上げることにしたよ。この入速通信のですね、影響もそういう意味では大きいですね。えー、ということで、えー、いつ取り上げるのかなと思ってましたですね、 これが来た翌日ですね火曜日の「日刊現代で」で、えー、取り上げられました「ななぜ文春法に沈黙なのか週刊文春」に信じられないような過去と、えー、疑惑を報じられている木原官房副長官は何一つ説明しないまま政治家のくせにあろうことか刑事告訴を宣言して他のメディアを黙っているのが改造まであと少しなどと考えているのか改造でとんざらなんて国民は絶対許されないというですねまあ立派です。 そういう意味では、大きく評価させていただきたいと思います。相変わらず今日に至るまでですね、このね、動画を収録している木曜日に至るまで、ほとんどのメディアが沈黙を貫いている中で、 あ,あたかも家中の栗を拾うかのように、日韓現代がですね、えー、こういう形で書いてきたということはですね、あのー、大きく評価させていただきたいなと思いますが、内容的に言いますとですね、あの、かなり腰が引けてるんじゃないかなと、えー、報道している投げようについては、日韓現代そのまま、えー、新しいですね、情報がどこにも出てないという。 この辺ちょっともう少し頑張っていただきたいなと。ね。日韓現代独自情報、独自種がないというところが、ちょっと今回ですね、えー、不満ということなんですけども、とは言ってもですよ、ね。えー、他のあまたある、ね、大手メディア、既存メディアとかと比べれば、はるかにマシね、立派だと。私はそんな風に。 思いますね。そしてもう一点ご報告です。えー、前回のですね、配信で、えー、私、皆さん方からにですね、えー、情報を提供してくれるように呼びかけさせていただきました。ね、えー、そこで何をお願いしたのかというと、あのー、繰り返し満に,になりますけれども、実を言うと私、ね、えー、まあ、この話を、 ね、この、えー、奥様のですね、えー、件に関する話をですね、木原官房、えー、長官の奥様に関する件ですよ、についてですねあの、かなり以前に耳にしたことがある、噂を耳にしたことがあるんですよと、それは一体いつだったのかっていうのをちょっと思い出してみると、えー、コロナに、コロナショックになる直前だったなと、だそこからすると、2019年当時だったというふうに記憶しているんですが、 何だかの形でこれ噂もちょっと耳に入ってきましたしで何よりもです、ねえー、これに関する記事ないしはブログ的なものを読んだ記憶があると、あのー、マイナーな雑誌だったのかあるいはブログだったのかあるいは SNS の発信だったのかちょっと記憶が定かじゃないということで3年以上前のことなんでね、えー、それは一体どこで読んだのか。読んだのか ということを忘れてしまったために、出演してしまったためにですね、ぜひご記憶がある方は情報提供してくれというふうに呼びかけたところ、何件か、何件もですね、えー、これがそうじゃないのかっていうところでお寄せいただきました。ね、いろんなバリエーションがあったんですが、えー、そこでね、えー、記憶が蘇ってきたわけなんですけれども、それは何かというと、あのー、山口組系のですね、三次団体の組長、まあ、この方は荒ごと専門ではなくて、いわゆる経済役座として、 多数の本を出版されている、えー、いろんなね、えー、形で情報を発信されている猫組長という方がいらっしゃいましたね。その方がですね、えー、当時その手に関する、えー、動画を配信していた、えー、加えてブログを書いていたというですね、えー、そういう情報提供が寄せられましてですね、えー、ねそのあたりをチェックしてみますとですね、確かに えー、当時ですね、えー、まあそういう動画を配信していましたし、えー、ブログを、えー、で書いていたということが確認できました。その猫組長はですね、 自らのブログの方で、再び再度それをアップしておりましてですね、正確にちょっとご紹介させていただくと、えー、猫組長ポストという、えー、そういうブログがありましてですね、えー、有料版なんですけれども、これが7月12日配信という形で、木原誠治夫人を囲むシャブ人脈と乱輪過去、えー、元夫、不審死、捜査に働いた闇の力の真相を全部公開すると。 いうようよな、えー、ことが書かれております、まあ、こちらの方もね参考にしていただきたいなと思いますけれどもあそうかとやっぱり私の記憶通り2019年当時やっぱりこの手の話が、まあ、ある種の人たちの間で出回っていたことは本当だったのか、えー、私の記憶は、えー、確かだったなということを思い出したんですがじゃあなぜねなぜじゃあこれがなかなかですね、えー、形にね結実実を結ばなかったのか。 とというとです、ね、これはです、ね、はっきり申し上げますと、ねあのまあ、今回です、ねえーまあ、こういうちょっと、ね、木原誠司氏の妻 A さんを、ね、めぐる問題なんですけれどもその旦那さんだったらこれは、まあね、文春が実現報道しているところですけれども安田棚代さんこの方2006年4月に、えー、亡くなられているということなんですけれども当初は自殺とされたこれが他殺だったんではないかという疑惑が。 出てきてきおりましたそうすると、当事者は、ね、亡くなられてるわけですから、これ2019年当時にそういった噂が出てきた。これが殺害だったのではないかという噂が出てきまして、そこにですね、木原誠治官房副長官のですね、奥様が何らかの形で関わっているのではないか。 というね、そういうい噂噂でですよ噂あくまでもねそれが2019年当時あったわけなんですけれどもなぜこれが何ですか裏取りができなかったのか取材が進んでいかなかったのか取材を深めることができなかったのかなぜ私がそれができなかったのかということを申し上げるとです、ね、やっぱりこの安田種夫さん亡くなっておられてです、ね、この肉親親族に行き着かなかった。 えー、つまりこの時の状況を知る、えー、人物に接することがせ、ねえー、を見つけ出すことができなかったというところに尽きるんですよ。名名前は実名は実上がっていました ということなんですけれども、じゃあ、例えば、この、えー、今回ね、えー、有力な証言を寄せている、実名で週刊文春の方に、えー、証言を寄せている、この安田種雄氏の、えー、父親ですね、えー、この人を見つけたということが、週刊文春が、私は思いますようにね、えーまあ、記事に、実名報道に踏み切ることができた、今回のですね、非常に難しいですね、情報ですね、えー、記事化することができたというのは、一重にも二重にもこのお父さんが、 えー、実名で登場し実名顔出しで登場し、えーまあ、証言をしたということが大きなな材料になってますやはり、えー、他のメディアがなぜ沈黙したままなのかという点を申し上げるとですねやっぱり、えー、この死の、ね、当日のことを知っているそういった人物を特定することはできなかったそこに行き着くことができなかったという部分が私はあるんではないかなと思いますね。 そして、えー、当時、結婚する前のことですよ、えー安。安田氏とね、最初の結婚していた奥様は、えー、非常にこう親しくしていた B というね、人物。ね、えー、この方はですね、宮崎刑務所に収監されている、されていた方なんですけれども、まあ言ってみればですね、えーまあ、警察はこの B 氏をですね、 えから教室を引き出すことができた、有力な、え、教室だったということなんですけども、まあ、この、え、B 氏とですね、安田種雄氏は、まあ、言ってみればね、え、顔見知りというか、え、まあ、友人関係にあったということなんですけれども、奥様は、え、B 氏に対して、まあ、このね、と、事件当時、すぐ連絡を取り合って、え、まあ、奥様の住む、 と、えー、ところに出かけてていいったというういうそ教室もしておりますですから今回の場合その父親と B 氏に、えー、両方にアプローチがすることができたというのが「週刊文春」が「乾杯」ならぬ干渉した最大の勝因ではないのかなとそういった点でいうと、えー、我々含めてですねこの件を追っかけていた、えーまあ、ものはですね、えー、父親にも行き着くことができなかった B 氏の存在を、えーねえー、把握することもできすらもできなかった。 というところに、まあ、今回の問題点があったのではないかなとそんなふうに思いますね、まあ、話を元に戻しますけれども、えー、再捜査が始まったのは2018年ですそして、えー、2019年になりますとですね、あのこの捜査が一旦、ねえー、終結というか中途半端にしできれとのまま終わりますその間に何があったのかというところが、えー、もう一つの大きなポイントになるわけなんですけれどもではなぜ捜査は 中途で打ち切られることになってしまったのかとは言ってもですね物証があるわけではありませんからこれが事件として立件するためにはですねまあ B 氏の供述これは、ね、警察サイドは得られてるわけですね供述はねでただこれだけではあまりにも弱い今回の場合具体的な証拠物証は何も残っていないわけですから 最終的に警察が、で、その、これを事件化することができる。つまり、えー、殺人事件だとするならば、殺人犯を立件することができるとするならば、この、えー、妻 A, A さんをですね、自、え、供、ー、に追い込まなければならない。ところが、その時供が取れてないんですよ。というところが一つの大きな、えー、捜査上の、えー、問題点だったんじゃないかなと思いますね。ただ、そうは言っても、普通の場合ですと、えー、この B 氏の供述が取れた段階で、逮捕状を取る。 で任意での供述が得られなかったら、もうこれは限界だということで、裁判所に請求をして、逮捕状を取るというのは、まあ、一般的なケースでは行われていた形ではないのかなと、そういった意味で言うと、やはり旦那さんが政治家であるというね、その持ってる意味合いは、もしかすると大きかったのかもしれない、あるいはですよ、この妻 A さんのです、ね、お父さんは元警察官ということもあって、その影響もあったかもしれない。 つまり問題は警察内部にあったのかそれともえね政治家・木原誠二さんにあったのかというところのまあどちらなんだろうかというところは,窓はまだ謎は残ったままなんではないかなとそんなふうに思いますねただそうは言ってもそれとこの政治上の動きはまた違いますねえまあ今回ですねこの「週刊文春」も書いているとおりですねまあ岸田内閣を一生懸命支えてきた ねえー、それは誰かというと森山選対委員長ですね森山選対委員長が相当激怒したというようなくだ、えー、りが出てきます森山博士選対委員長は政治部を集めた懇談会でこう語った印象が悪い毛穴は早く変えた方がいい土器を含んだ口調でさらに言葉をつ紡ぐ政治家にとって一大事なのは有権者にとって常識のことディズニーランドに愛人って言ったのも,言ったのもおかしな話ですよというような言い方をしていた。 えー、森山選対委員長というとですね、結構温情派なんですよ。ね。えー、何か問題がある国会議員、何か問題を起こした国会議員でもバッタリと切ることはなくですね、やっぱりそこは是々非で、ね、かばうところはかばう。ね。えー、そして責任を取らせるところは責任を取らせるというですね、えー、結構そういった是々非の人、しかも温情がある。その人は怒ってるということは、相当根拠は問題があるんだろうな。 とということが伝わってきます、ね、でそしてその森山選対委員長の側近と言われている人から話を伺うことができたんですがこのまま、ね、岸田さんが えー、岸田総理がですね,、えー、ね、木原さんをかばいだてするようなことをすると、かばい立てっていうのはどういうことかというと、まあね、この夏から秋にかけて予,想予定されている、大閣改造において、留任なんていうことになると、えー、場合によっては、森山選対委員長が、み下だり班を首相に突きつけるぞと、ね、やはりそういった意味でいうと、どうでしょうね、えーまあ、今回、岸田体制を支えているというと、森山選対委員長、そしてもう一人は麻生、えー、太郎、 この領友がいるわけですから森山さんが、えー、どうでしょうね岸田さんに見下りれ犯を突きつけるとなると岸田政権の先行きにもそこの段階で倒れるということはないけれども先行きに暗雲が立ち込めてくることになるんではないのか選対委員長が、えー、まあそうやってぶち切れるような状況になるっていうと岸田さんも非常にこう厳しい状況に追い込まれることになるんではないかというふうに 心配されておりました。今自民党の中はそういった空気になっております。まあその温情派のですね、森山優、森山博士、選対委員長がそこまで言った以上、まあおそらく他の方々は、ね、岸田政権を抱え支えている他の方々はですね、もっと激しい思いを持たれているに違いない。木原さんは切るのか切らないのかというところが今最大の焦点。これを切って、ね、 えー、じゃあ、そうすると、ね、権力を失った、えー、木原氏がですね、えー、に対して、捜査の手を及んでくるのかどうなのか。 というところも一つポイントです。つまり、えー、今回の内閣改造で、果たして、えー、岸田さんはですね、えー、木原誠治氏を切ってくるのかどうなのか、というのが次の展開。で、そう考えていくとですね、実はこの週末、えー、ちょっと週末というかですね、えー、水木段階で、不思議な、不思議なというかですね、まあ、びっくりするような噂が流れたんですよ。情報がな、噂じゃないですね。情報が流れたんです。というのは何かというと、このお父さん、安田種雄氏のお父さんがですね、記者会見を開く。 記者会見を開く。まあ、ところがですね、この記者会見は開かれておりません。この記者会見は流れました。で、記者会見が開かれるというような話、えー、父親が口を開いた時に何が起こるのか。で、えー、そういうふうに動き始めたらですね、さすがに沈黙を貫いたままの他のメディアも、えー、ね、動き始めるんじゃないのか、報道が始まるんではないかという状況も出てきております。果たしてなぜ、父親の記者会見は流れてしまったのか。 ね、えー、そして、えー、本当に他のメディアは沈黙をしたままの続くの、状況が続くのかどうなのか、次にこの沈黙が破られた時に、えー、事件は新たな展開を迎えるのではないか。とは言ってもですね、ちょっと週刊文春も、えー、今回読み違いを一つしております。週刊内部から聞こえてきた話ではあるんですが、週刊文春が、ぜ先週ですか、えー、この問題を報じた後に、 さすがにいくつかのね、かなりのメディアはですね、後追いをしてくれるんじゃないか、バックアップをしてくれるんじゃないか、文春法に対してこうしてくれるんではないかという期待感があったんだけれども、やっぱりピターッと何もね、この何もなかったっていうのはやっぱり恫喝が効いてるんですね。刑事告訴をするという恫喝が効いている。その中で報道してしまうとですね、その刑事告訴に対して、まあ、名誉毀損ということになるんでしょうけども、共犯関係になる。ね えー、共犯関係になるということを恐れて、他のメディアはですね、今現状、沈黙を貫いたままなんですが、これもきっかけ次第だと思います、えー。週刊文春はですね、今、古軍奮闘という状況になっておりますけれども、えー、この古軍奮闘状態が破られるとするならば、次の新しい、えー、節目、新しい展開が見えてきたときなのかな。それが果たして、お父さんの記者会見なのか。 あるいは、えー、ね、え木原誠二氏がですね、官房長副長官の職を去る時なのか、新しい情報が出てくる時なのか、というね、えいろんなストーリー、ね、将来予想が、展開が考えられますけれども、このまま終わる、このままフェイドアウトするというのは、ちょっと考えにくい。 いろんな水面から動きを総括してみますとですね、えー、そろそろ次の展開が見えてくるタイミングが迫っているんではないのかなと。ただ、そうは言ってもフェードアウトする確率はゼロではありません。ね、数パーセントはあるのかなと思いますけれども、えー、そういったところを含めてですね、えー、入速通信も、えー、このね、週刊文春にのですね、 やっぱり応援に回りたいなと。なんとかね、週刊文春、国軍奮闘している週刊文春の一条になればいいかなと思いましてですね。まあ、こういった形で、私もですね、継続的に取材をし、報道させていただきたいなと。こんなふうに思います。お父さんを特定したお父さんに行き着いた週刊文春、そこのですね、取材力には脱帽というかですね、敬意を表しておきたいなと。そんなふうに思います。今日は以上です。 なかなか給料は上がらんしむしろまあさっきまあ須田さんが冗談でまあ言ったけどほんまる？金融緩和と財政出動車の両輪となって初めて、ね、景気が回復するところが一方で岸田さんはなかなか財政出動しようとしない景気よくなんないんだろうなこれが少子化。 なのかっていうところで言うとこれは違うと思いますねこれ違う全然甘い全然ダメですねダメえ最、ー、初何言ってんだって言われると思うんですけれども当事者意識ってものがやっぱり税金で出てくると思う自分たちこうやって払ってるかこれに使われてるっていうそういう意味の税金っていうのは私は意味があるとは思ってます国民を守ることよりも増税することを 岸田さんはよく財務省のポチだって言われてこの議論を見るかぎりだとかなりポチだよなって。かなりポチだよ